ああ。こんにちは。こんばんは。ゲーム動画で行こうです。トルネコの大冒険。不思議のダンジョン、ライブ配信始めていこうと思います。もう多くの方ご存知の通り、不思議のダンジョン、ライブ配信始めていこう。このまあドラゴンボールドラゴンクエストシリーズ連載しで、キャラデザインなどを担当された、また漫画ではドクタースランプやドラゴンボールシリーズなどを掲載されました、鳥山明さんが、68歳でお亡くなりになられました。謹んでご冥福をお祈りいたします。ということで、この残したドラクエとかのキャラクター、そしてこのゲームのトルネコのキャラクターをこれからも大事にしながら、こちらのチャンネルではですね、ドラゴンボールシリーズもやってますんで、鳥山先生のキャラクターを大事にしながら、これからも忘れないようにしたいと思います。ありがとうございました、今まで。ということで、Twitch で配信を行っております。Twitch の配信は Twitch で行っております。アドレス記載してます。ぜひ、ご覧ください。アーカイブはいつも通り YouTube にアップロード予定です。10日21時頃からプレミア公開いたします。ぜひそちらでもご覧ください。ツイッター、旧ツイッターである X のアカウント持っております。ぜひ、こちらでもご覧いただければと思います。前回まで非常に結果出ずっていう感じで苦しいなんか流れになっております。今回は、リリミトの巻物が得たらなるべく慎重に行動するようにしながら道具を、確保したいと思います。で、今回はクリアっていうよりは常につなげるような、戦いを行いたいと思います。まず1回目の冒険ですね。頑張っていきましょう。獣がある。レミーラだ。レミーラは巻物。があります。頑張っていきたい。どっち行こう。こっち行くか。何もない。
け。あっと、ゴーストだった。ゴースト早い、動きが早い。シェナク、呪いを解く化け物だが、これレベルアップかな。金の剣、あ、装備です。メダパニソーか。まあダメならいいんですよ、運が悪けりゃ。それはそれでいいんだけど、せっかくいい装備持ってんのに失われるようなことになったら最悪ですね。こう何もない。2階に行くしかないのか。1階では実績を上げられませんでしたね。では2階です。いきなり魔法使いいるけど、これは無視です。薬草か。じゃあ使いましょう。ヒットポイントが上がります。最大お金、レベルアップです。くそ、囲まれるかも。もんじゃか。危ないな、ちょっと回復しないと。ピンチかも。何これ、千里眼か。あ、来た。いきなりミトー巻物だ。ファイキルトだが何も持ってないんだよな。あげましょう。そう、魔法使い、いや違う、食材やろう。うん、まあ魔法使いは無視でいいですね。ちょっとね、やばいかも。3階です。インパス、インパスってなんだ。その金の剣、まあとりあえず装備しときましょう。剣の強さは2です。まあ盾使ってないのか。これにバイキルトの巻物使うのはもったいなさすぎますね。火炎草ってなんだっけ。強い。
レベルアップ。ダメだ。どうしたんだろう。マップ。追い詰められたらもう戻るしかないね。やばいやばい、ヒットポイントがない。死ぬぞこのまま行ったら。あー、かさみ打ちだ。いや、ちょっとどうしよう。あんまり良くないな。まあそりゃそうなんかな。なんだ。おお、助かった。しばらくこれで過去撃破だ。レベルアップです。ピンチを乗り越えましたね。まあさすがに金の、あのものにバイキルトを使うつもりはないからな。個人的には嫌だな。なんで誰だ。サッタパンダ、スライムだった。で、立って3が効かん受け。あ、乗られてなかった。おとぎりそうだ。使おう。コンボか、微妙だな。金の剣に比べたら弱い。一応レミーナを読もう。楽しそうだ。木の矢だ。結構武器使っちゃってるよな。57% か今。大きなパン一つ、腐ったパン一つですね。OK です。レミーナは巻物をしよう。このドラゴンシールドは結構効果ありますよね。バイキルト、リレミット、千里眼、シャナク、地獄耳、金縛り、メダパニ、千里眼か。
転ばされた。なんか俺インパスだ。だが使い道がない。なんだろう。レベル6にアップです。ネクスはまだ取っちゃいけない。おっと、ここで杖だ。なんだこれ、バシルーラか。でここで薬草を装着、最大ヒットポイントアップ。あ、メッキだ。ドラゴンシールドをメッキします。そしてドラゴンシールドメッキしてるか、借りたいような欲望あるな。さあ無限、いいですね。地獄瓶か。ん？あー、クソ！お前はいらん。薄れそう。今 24% か。戻しそう。目薬草使おう。望遠鏡を覗き込みます。あ、ミニパッド。ここがあれか。はい、レベル9にアップ。あ、そう、力が下がってしまった。終点か。ってことはもう行けるとこがない。地下6階になります。おっと、いきなりマミーだ。あ、どっけしそうだ。もう使っちゃえ。あとバシルーラを持っていることを忘れなく。
きパンと腐ったパンか。あ、地下は種だ。これで攻撃力アップです。また腐ったパンだ。ワープ、変えそうだ。いらんわ腐ったパン。ルーラソーか、欲しいな。メガパニソーを置いてルーラソーを手に入れましょう。え、これでもう行けるとこはない。降りましょう。地下7階です。あ、ドラゴンキラーだ。これは重要です。もう金の剣なんかいらないや。たとえ呪われていてもまあシャナク持ってるけどね。お、プラス1。これで、剣の強さが 6% になった。あ、盗むやつ、また盗みやがった。で、ミイラインパス持ってないんだよな。そうなんだ、レミーラ無理か。何もない。あ、ワープしやがった。距離がないんでメダパリソをどんどん飲んでいこう。誰だ？あ、逃げ上がったあいつ。まあでも負荷は禁物です。いいパッド。強くなりましたね。やっぱりドラゴンキラー持ってるのは強いな。ドラゴンキラーに至って、あ、さあバイキルト使わないとね。これでドラゴンキラー2に強化。さらにレベルアップです。いらない。あるんだけど今はいいや。レミーナを手に入れた。いいですね。動く石像か。
銀の矢を打ちましょう。オッケーです。あ、これ行き止まりだった。ああ、取られてしまったお金が。うちは何かあったっけ？何もないよ。あ、イオだ。これはいい。あ、インパスか。インパスはちょっと持ってんだよな。とりあえず木の矢の装備を行おう。金縛り、窓足装備。しなくいらん。いらん、こいつはいらん。勝負すべき人じゃない、人というか怪物じゃない。あ、薬草だ。ん？行き止まり？お金と、まあでも気にしちゃダメだな。取った。腐ったパンばっかりやん。もう何もないよりは全然マシなんだよな。そう言ってレミーナ使おう。杉の杖、ん？杉の杖ちょっとインパス持ってるから確保。早く読んどか。あ、封印の杖だ。これはいる。大事。メダパニスを使う。うん。そしてあと2つ。ん？あ、まただ。鉛の杖。腐ったパンしかない。
ちょっとやばいな、これどうでしょう。シャナクか、これ持ってるよなってことは、ワープ、サタパンいらんしな、サタパンいらないしな。行きましょう。そして地下10階へ。まだ動いてないな。シャナク。あ。経験値稼ぎ。金か。リレミとバシルーラ、何もないな。動いてない。シャナク。なんだろう。またお前か。明日からだ。オッケー、ドラゴンシールドを強化。基本武器強化した方がいいですね。武器を強化すると武器は勝負すべきかな。まあでもしてもいいか。プロレスのあの唾液合戦に見えるな。 23% か、減っちゃうかな。あ、うん、お金はいらん。メッキだ。メッキはでもいらんよな。ドラゴンキラー、ドラゴンシールドはもうメッキしてるしな。帰りましょう。メッキがつけば11回。まあとりあえず無視だな。うん、 OK。 あ、クソ、さまよう鎧が。どうしよう。多分正面からやっても勝てないような気が。あ、金の剣なんかいらんしな。金の剣は武器として投擲。他なんだろう。薬草、メッキ、メッキはいらん。あ、やばい、力が下がった。え、また薬草。
目薬草がある、千里眼がある、千里眼かな、赤い草だ。あ、盗まれた。お、スカラだ。え、今 11% か。うん、強化。隣はドアップさせられた。メッキはいらない。オッケー、起こさないのが一番基地です。腐ったパンを食べます。まあしゃあないですね。ヒットポイントも下がるのか。あ、行き止まりだったんだ。パーカン、ヒットポイント下がるんですね。腐ったパンはこれは良くないです。12回、お、やりました。毒消し草です。すぐ使いましょう。安全地帯。あ、大きいパンダ、よかった。今9か。おとぎそうだ。そうそう、おとぎそうは確保しときたい。そう、ここで使うのは嫌だな。あ、出られないんだこれ。やるしかない。矢が消えた。撃たなきゃいけないものある。封印だ。オッケー。どんな勝負だとかなあんな。お金が少しずつ溜まってはきますが、あ、メナ、まあメナパリソウだったらいいでしょう。
しいな。地獄ミーでも使う？戻っただけ。レベルアップ。ルーラスを手に入れました。76。あー、ワープさせられた。もう一回か。どこ？戻ってるやん。やった、ラッキー。さあ、13階に行きましたね。精度はいらない。あ、結構細かい。この辺は早めに上がっ回っときましょう。おとぎそうだ。使います。サタパンはいらない。あー、くそ、横に。要は1個は1個持ってるんやったっけ。1個持ってんだけどな。何を使うべきかって、こっから選択が要求されるのは辛いよな。インパスか。めっきゃいらん。インパスって1個持ってたらいいような感じあるけどな。盗まれた。あんまり会いたくないんで立ち去りましょう。え？あ、右か。いや、色の巻物いるやろ。目つぶしそうとかより色の巻物。モンスターハウスと恐怖がありますからね。盗まれた。どうなってんだ。で、止めて。は？動く石像が3体いる。来るかな。うわ、嘘でしょ。早く起きろ。無理ですね、これ。一回ルーラソーで飛ぶが、ここにあかん。一マスずつ。
OK、 なんとか逃げ切ったが、満腹だ 34%。 おとぎ磯もそういえばあったんだよな。レミーラ、とりあえず起こそう。まだあるのか。止まった。オッケー。じゃあもう無視です。あ、嘘。動く石像だ。石像じゃなかった。矢を今持ってないんですよね。ここはまあ問題が 18%。 腐ったパンが一つ、大きなパンが一つですね。あ、まあまあいいや。あ、まあ当然そうなるよな。気はそんないらんよな。力の種を使う。ここは行き止まりか。いや、あの腐ったパン程度なら構わない。気にするな。ワープさせられた。行き止まりなんだ。あ、ダメだ、こっちじゃ。あ、ダメだ、動く石像、結局戦わないといけないんだよな。はいはい、まあそんな経験値稼げないですからね。美味しくないです。あ、いても、真っ向勝負。すごいな、結構ダメージ量がすごい。メッキはいらん。本当にすごいな。しなくは別にいらんしな。メッキ、メッキだから、メッキはいらん。あったらいいけどな。お、やった、銀の矢を手に入れた。すぐ装備。え、罠がすごい数。
まあ、薬草だ。まあ、やるしかないな。お、パンダ。え？これで終わりじゃないの？さあ、気がつけば16回。そろそろなんか危険なモンスターが出てきます。あ、イエティだ。イエティは無視。たたり、イエティたたりなし。まだ動く石像の方がマシ。水槽。うわ、いい盾だな。どっちがいいんだ、はぐれメタルとドラゴンシールド。ドラゴンシールドは単純な防御力だとはぐれメタルの方が上なんですけどね。まあ、もう一つ方法があるとしたら、この状態で持ち帰るって策はありますね。で、気をつけないといけないね。ちゃんと売るようにしないとダメ。剣って、剣はソード。ここ気をつけましょう。無事帰ってきました。いいですね。倉庫に置いておきたいものはある。ハグレメタルだな。一応パンを置い、イオだな。封印の杖買えそう。
音切れそう。いいよ。ルーラソーかな。パンかな。あとはやりましたね。これで1回目の冒険は終了。倉庫見てみるとご覧の通り、はぐれメタは盾があって、ドラゴンシールドプラス2があって、ドラゴンキラープラス2がある。はぐれメタは盾はシールドされてない。でも自分ならドラゴンシールド使うけどな。え、何がいいんだろう。封印の杖だな。行きましょう。2回目のダンジョンです。これ結構最初から強くて入ゲーム状態ですからね。行きましょう。封印の杖も結構大事ですからね。早速力の種を手に入れまして、パワーアップです。行き止まりじゃないや。シャナクか。さあ2回です。何でしょう。金の剣かいらない。金の毛、あーでもいらないけど、しばらく持っといてもいいかも。
何見ちゃうの。さすがにちょっとここで直接勝負するのは危険。まだいくら強力武器装備持ってるって言ってもレベル2ですからね。とかないんだ。まあ、封印の杖とかあるからな。あ、なんか投げとこう。なんだ、イカズチを杖。いきなりモモンジャが。え？モモンジャがやばい。やばいなこれ。ルビーの指輪、あなたを失ってから。いきなり強い相手出てくるからな。レベルアップ。1% か。大きなパン一つしか持ってなくてこれか。ちょっと嫌な流れですね。レベルアップです。無限、無限増殖編。ブルー、あと3が効く。くらえ。あ、時間が下がっちゃったよ。またあなたを失ってからかな。
そ満腹度がちょっと下がってるよな。やった、鉄の、やだ、おとぎそうです。行こう。あ、くそ、上地に。お金。鉄物か、いらないな。いらないってことはないんですけどね。レベルアップ。あ、三鏡の盾だ。三鏡の盾あれですからね。盾を4落ちるな。そうだから、だから結局ドラゴンキリア装備してるからいらないんですよね。買えそうだ。早くリレミトのあれを手に入れないと。地下6階。やばいな、なぜなら持ってないからな、パンを。これ本物、あ、本物だ。大きいらんよな。だって三鏡って
そう。気がつけば7階へ。早くリレミトが欲しい。インパスもないんだよな。バランスが悪いな。てしまったが、まあでも起きれるでしょう。27% がちょっとやばいな。この中で言うと、欲しいものが手に入らない。パンだ。腐ったパンでも構わない。変装あったよな。
11% か。え、嘘。トギリソウは一つしかないのか。じゃあダメだな。なんとかの巻物は？シナコばっかり。レベルアップ。あれ、腐ったパンがあるんだよな。そうだった。まだこれがあれば弱くなるけど、まだ大丈夫。こうシャナクとかなんだ。なかなか。クーラーがない。じゃあもうこれしかない。シャナクか。まあ持ってけ泥棒。全然もないです。欲しいものがない。見つかってくれない。やばいな。全然目つぶれてないやん。は？何これ。これ帰ろう。どうしようこれ。
いや難しいよこれ結局。ワープもできないし。こっちだな。で、梅の杖を振る。ダメでした。なんだそれ。結局はまあ、はぐれみたを盾はまだ持ってるというもののリリミトを手に入れずに ドラゴンの装備を失うことになってしまったよな。しゃあない。もう一回ちょっと3回目の冒険。はぐれメタは鎧を使おう。育成できないよな。そう、今回育成もできなかったよな。盾を通さ10なんだ。はぐれメタル早くメッキを。いきなり来た。最大の防御かもね。ロケしそう。薬草だ。腐ったパンか。レベルアップです。銅の剣。一応装備しとくか。何もないよりはマシ。あ、行き止まりか。
とバシルーナか。正規だ。聖堂いないよな。投げる。イヤーガーリー使おう。縛りまた腐ったパン、腐ったパンばっかりなんだよな本当に。出目が悪すぎる。うん、いいや、レベルアップ。時間を立て使いましょう。地獄耳。間違えた。焦りがちょっと出始めてるな。もうちょっとだ。あ、ちょっと待ってくださいね。ネットワークエラーとか書いてある。大丈夫かな。もしかしたら映らないかもしれない。その時はごめんなさい。ちょっと待って、縦か。じゃあもういらないや。お先進めないとダメなんだよな。封印の杖。聖堂を立て置いとこう。
ン好きだな、普通のパンばっかり、通常は嫌でよかった。お金、地下5階です。落とし穴か、せっかく拾いたかったのに。レベルアップ、インパスとかも全然ないんだよな。あれがイオって持ってないよな。じゃあいけないな。無理ですね。分裂を杖だった。そんな、よし、眠ってしまったですよね。それで持ったってもないんじゃん。あ、スカラだ。しなくいらん。今なんだ、はぐれメタルか。OK。
強化された。これね、リデミットを手に入れられたのはちょっと嬉しい。防御力高いからな、11だもんな。大きいパンダ、普通のパンを食いましょう。火炎草か、メダパニソウよりは火炎草だな。あれ、落とし穴？嘘。しかもいきなり、ね、ミイラ男いるし。ちょっとひどいな。あ、クソ。これ確か縛りってなんだっけ。95% だもんな。インパスが全然ないんだよな。断られた。逃げてる。逃がさん。地下8階です。鱗か、鱗別に悪くはないんだけどな。
国民か。なんか必要なものが欲しくないんだよな。時間を種だ。OK、パワーアップ。地下9階へ。リエミット持ってますからね。あ、インパス来た。ついにインパスか。当然指輪を使い、呼びます。あ、いらん。がっかりだわ。地獄民聖域。赤の盾だ。赤の盾2なんだよな。もう問題は太郎は強いもんな。3ばっかり。まあ3あっても関係ないけどな。なぜならメッキをしてるから。またなんか指輪だ。あ、これでパンを消費できます。こっちがまだある。までは悪くない。メダパにそうか。シャーク腐ったパン興味はない。かな。
それでいいんだな。11階へ木の矢が。どうするかな。腐ったパンが1個、あ、2つあるんだ。普通の矢でよかった。また落とし穴多いな。落とし穴多いや。インパスな。次の杖を使いましょう。あ、やっぱり分裂を杖ですね。いらないです。あ、またインパスだ。やばい。あーく。ルーラソと。バシル、持ってよかったバシルーラを杖。あんまり回復しないな。おとぎ草ってあったっけ。あ、おとぎ草持ってないんだ。しかも剣がちょっと弱い。あれ、これって、あ、よかったよかった、メッキ咲いてよかった。
え？レベルアップです。その絵が良かった。熱を強いか。あーしまった、撃っちゃったよ。どけそうじゃなあは持ってるけど、終わり？いやまだ。気がつけば地下13階へ。インパス、研ぎそうだ。ここは持っとかないとね。大きいパンが2つあるが腐ったパンはいらない。じゃあ やるしかないのか。あーくそ、やっちゃったー。つい戦ってしまった。まあなんか持ってるとはいえやり直しだ。
なんでここ何でも同じ失敗を本当に繰り返すんだろう。はい、ということで、いやー、むずなんかなー、なかなかこう手に入れないられないままっていう感じですね。箱を手に入れたい。また装備的にはまたやり直しっていう感じですね。蚊の盾とか持ってたんだったら引き返して蚊の盾装備しても良かったかもしれないですね。はい、ということで、残念ながら今回もやられてまた装備をロストしてしまいました。また次回、やっていきたいと思います。ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please、YouTube で、アーカイブ2日後10日21時頃にプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live アーカイブ my YouTube チャンネル2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブドアンドグッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントフォローリポストいいねお願いいたします。 This live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル 2 days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブドアンドグッドボタンプリーズ。はい、ということで、トルネコ 大冒険不思議のダンジョンやっていきました。改めて鳥山先生のご冥福をお祈りしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。